校長動物とは、クラゲやサンゴ、イソギンチャクを含む、四方動物とクシクラゲを含む有クシ動物をまとめた動物のグループ。かつては一つの門とされたが、この二つのグループをそれぞれ独立の門とする立場が有力になり、使われることは少なくなった。四方動物の別名として用いられることもある。クラゲの仲間である、 四方動物とクシクラゲの仲間である有シ動物は、厚い感重式と一水関係を持つ、クラゲ型生態の存在や、対抗を持たないこと、呼吸器や排泄器を欠くことなど、共通の特徴を持つ。そのため、これらの動物を校長動物と呼び、一つの動物門とする立場が、伝統的であった。校長動物の内四方を持つ者を有四方類。 持たないものを無四方類として、二つのアモンに分類されていた。ところが、有四方類と無四方類の間には大きな違いがある。四方動物は、上皮細胞が、筋肉の役割を兼ねた上皮筋細胞となり、一つの細胞に一本の線毛があるが、有九死動物の上皮細胞は多線毛性で、筋肉細胞は、上皮細胞とは別に、中汎用から生じる。 四方動物は四方、有句動物は二皮法を持つが、これらは全く異なるものである。四方動物では複数の感覚器が放射状に並ぶが、有句動物は感覚器を一つしか持たない。有句動物の触手は駆状だが、四方動物にそのような触手を持つものはいない。発生学的には、有句動物は決定性乱活を行うが、 四方動物はそうではない。分子系統学からは、四方動物とあり騎士動物が単系統であることを疑う知見が得られた。これらの知見に基づき、四方動物とあり騎士動物はそれぞれ独立の門とされるようになり、校長動物としてまとめられることは少なくなった。校長動物という語は、有騎士動物を含む分類群ではなく、 司法動物の別名として用いられることがある。ありがとうございます。